さ、おは、おは、お寝てない。おはようございます。階段は入り口を入ってすぐ左に壁に沿ってつけてピンクの羊毛につなげる。踊り場をハーフで微調整。ハーフブロックで微調整。しなくてよかったってことだね。しなくてもなんかいい感じにつながったって感じだね、これ。あれ、ぶつかったな。あ、でもそこぶつかるのはまあいいとしよう。開けください。Let. Let. And let. Let pink. And salmon. サーモン。カルパッチョ。そこは良かったんだわ。手抜きなんてしないよ。あ、違う。そこね、わざわざ使わなくてもいいんじゃないかって思う人いるだろうけど。ここ奥黄色見えないからいいんじゃないかって思う人もいるけど、ここ一番下見えないから黄色使わなくてもいいんじゃないかって思う人もいるからかもしれないけど、俺は使っていく。だんだんかった。マーカー置きたい。マーカー置きたい。ここ黄色の列だから、そう、まあそうなっていく。余ってると思うんだ、多分。まあ、余ってると思うんだ。レンガの階段だね。レッ、入ってんだろ。黄色だよ。ごめん。そうだよ。そうだよ。ごめんね。クローストーンだよね。あの PC 版のマインクラフトも実は僕ダウンロードしてっていうか、もう課金してあるんですけど、これと違う形のライトだったんですけど、これと別なんですかね、作り方。あれ、グローストーン固めただけなんで、あれ、グローストーン固めただけだもんな。ランプじゃないんだよ。ライトじゃないんだよ。ライトっていう表記だったもん。別物だな、じゃ。別物だ。じゃあ別物だ。あれ。ぐしゃっていくと思っていかなかった。言って欲しかったわけじゃないし。Huh? What? Oh yeah. Day. 邪魔だ、邪魔だ。OK。 考えるんだ。違うな、ここいらないな。いらない方がいいんじゃないか。なんか この方が良くない？ここどうしよう。いい残そう。ステイ。いや、やっぱ違うな。こうだな。で、こうだ。で、ここに、こう、完成帳。帳面。完成帳面。こう。完成帳面。なんかあの僕の建築を楽しみにしてるっていうコメントをちょくちょく、まあ、ちょくちょくいただくんですよね。今ちょっと調子になってきた。あ、いいね。あ、VG。 あ、 VG。 なるほど、こういう意味か、 VG。 いや、それ以外に何があるんだって話です。で、僕のあのね、建築が楽しみっていう人は何なんだ。すごい嬉しいですよ。嬉しいけど、なんだろう、うん、同じセンスでいいのかい、僕と。そんなんでいいのかい。なんだろうな、うん、嬉しいんだけど、嬉しいんだけどさ、もっとさ、違うんじゃないかい。
何が言いたいってわけでもないんだけど、ただ俺なんかでいいのかと、俺なんかの建築でいいのかということをね、こんなんでいいのかと、基本ひらめきを重視してるだけなんでね、あこれっつってね、これいいんじゃないのっていうのしかしかっていう言い方おかしい、これこんなんでいいんじゃないのっていうのが大体なんで、これここ置いたりとかね、こんなんでいいのか、隙間気になんな、隙間気になんな、隙間気になんな、それよし、隙間は気あダメだ、そっちがなんかないかな、いいんじゃない、いいんじゃない、これいいんじゃないかな、これあいいんじゃないか、これあもう持った感じわかる、これいい、これいいわ、違うわ、ないわ、赤いレンガそこ埋めたいわ、いやそれもね、それも違う、床変えようかな、いやそれは違う、やめよう、やめよう、あのね俺はプレッシャーに弱いんだ、期待されてるっていうあ俺期待されてるっていうね、そういうのあるから、なんだろう、頑張っちゃうんで、頑張った結果プレッシャーにやられちゃう、でその結果俺はレーザーで燃えたんだあれは期待されたからネザーで燃えた俺は、うん、ごめんなさい、嘘です、よしひらめいた、 OK 問題ない、今度のは問題ない、これパーフェクトで、これはもうパーフェクト、もうこれ以外ないだろうっていう、これ以外ないだろ、ほら OK 完璧、引かなかねえよそれ開かねえ。ダメだ。置いてから気づいた。開かねえなって。いや、ここに物置いとくのもなんかなって。めっちゃアットホームな感じでいいかもしんないけどさ。はい。調理後。調理前。あ、そう。額縁にね、リンゴ飾ったらどうですかって言われたんですけどね。なんかいい感じに並べちゃった以上、これを増やすとなると。あとは水入りのピンク。瓶。そうだね。水がないってのも、これはまだ問題だからね。牛乳瓶には入れられないから。牛乳瓶。水入りの瓶とリンゴを入れたらどうですかと。どうですかと、言われたんで。ちょっと待って。お前なんだ、お前。なんだその大量の方は、どうした、おいえ、ほんだな、あと3、いけるか、Go! Alright! OK! できたよ、ほんだなが、おう本棚はあそこに、めんどくせえな、分解することになってる、この手に持ってるこの感じをそこにイメージでテンプレートして、あいい見てか、このイメージング能力、あいいいいのか、カチャコンが挟まってる感が、カチャコンがすげえ挟まってる感がするんだけど、いいのかあれで。かまどいるか、このエプロン着てるみたいな感じでいいなと思ったんだけど。挟まってんな、カチャコンが。かわいそうだ。じゃあ、あんまツルハシないんだからやめてよ、ちょっと、こうしといて。本棚はなんかいい感じだと。思うんだけど、照明欲しいなと思って、違うな、あそうだ、
ああそうだ、忘れてた。ほんなら戻んないんだこれ。本になっちゃうんだった。あちゃー、一応返して。おい、何も置かない。シンプル、シンプルにこう。オッケー、あ、オッケー、うん、オッケー。うん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 。今何個これ本棚作った？4個か。うん、なんで俺こんなちょっと入ってんの。食ってないからだよ。4 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 4
次回やりますみたいな。レッドカンパニー、レッドカンパニー、グッドモーニング。はい、ベリーグッデイ。今後やるやつ、今後やる、あ、ちょちょ、ウェイ、見えないからね、見えないからよかった。あ、ダメ、左上にウェって出てきた、ウェッ。次回これキノコ埋めます。でこの本ならどっか使います。ペーパーバリアで、あの本棚と絵画もどっか飾って、あ、そっちはそうだ。でこれあの PC 用の、 PC 用のやってるから、そうしといて、用も黒毛がないじゃないか、くるよとか。なんだ、あ、増えんじゃねえ、どっちだどっちだどっちだ。あ、ありがとう、教えてくれてありがとう。中心じゃないよっつって教えてくれてた。1234が OK、 中心、これこそ中心だ。おい、これこれさ、思ったんだ、こうしちゃダメなのかな、ダメなのかな、これはダメなのかな。あのさ、茎の部分いらないなと思って、ここをさ、うわってなった時にさ、わかる、この赤い部分の下の部分で茎出てるじゃん、ここの赤い、これがさ、スレスレで、ここちょうどピタってなってほしいの、俺。わかるかな、わかってほしい、わかってほしいよ、俺は。できてほしい、そしてあれができてほしい。ダメなんかな、ダメなんかな、ね、あれはダメなのかな。いや、とりあえずやってみよう。とりあえず10個あれば、最低10個あれば大きくなるっていう情報はいた、情報はいただいたんでね、そう、あのひまわりはいいじゃないです。ひまわり、ひまわりさ、ひまわりってさ、こうだよね、やっぱり。こういうことですよ、こんなあのちゃんと練り上げてやってるとかじゃないんですよ、僕のやつ。構想ちゃんといろいろ絞り出してとかじゃなくて、こうなんというか完璧なひらめきですよ。いいんですか、そんなんで。もうちょい練り上げるべきなんじゃないですか。俺らそんな練り上げる脳みそないかね。なんか、顔っぽく見えた今、もうひまわりっぽい、やねえこんなの、やろ、拾わせんじゃねえ、そういうのって拾うっつってんだろ。
なるほど、あのニワトリはなかなか簡易がいいようだ。おねえのために今日バトルすること、ということがね、あいつは分かったようでね、これ次回やりますよって、キラキラみたいな、楽しみにみたいな、楽しみにみたいな。でこれこうしてさ、もう一個ひまわりさ、そこに入れたらさ、カエルっぽくない？それだけ、うん、それだけなんだ、申し訳ない。まあいいや。ここやっぱこうかなって思って、こうかなってね、こうでしょね、やっぱそうだよね。ベッドってさ浮くよね、浮くよね。あ、そう、あとね、温泉あと3段ぐらい下げた方がいいですよってあった。 あった。お？あった、まあ、こんなあったんですけどね、うん、そのうちやります。とりあえず他の部分完成させたいなと。温泉はちょっとね、あれなんで、バケツがないんで。あるよ。あるけど今全部マグマ。あ、そうだ。俺どっかで鉄のいっぱい持ってきて、バケツを、そうだよね。みんななんでバケツこんなんなって思って、俺普通に気にしないでいたけど、バケツも消えたんだもん。このね、6個バケツ作って、全部マグマ入れて、このかまどのさんの中に入れてあるんで、まあ今見た感じだと4つぐらいからだったけどさ。肉か、肉がねえか。いや肉だけじゃねえぞ、ダメだこれ。こいつはきつい戦いになるぜ今回。こいつは参ったぜ。2本ちょうだい。で、ツルハシでしょ。いや、これはバトルと関係ないですよ。ツルハシ。ここ、鉄の剣入れときゃよかったな、俺。なんでその鉄の剣入れちゃったのかな、とか。ああ、もう。これとも、まあ、ボッシュガマ。ボッシュガマなの。こうだよ。お前、しばらく、お前、石を使っとけっていう。もう鉄装備はもう全部没収です。ほい。鉄に行こんじゃねえか。どうした新しいの使った。ふざけんじゃねえぞ。バカ野郎、お前。疲れちゃった。出だしのテンションがちょっと上げすぎた。そんな上がってなかったけどさ、そんな上がってないけどさ、そこまでじゃないけど。そういや、屋上、あ、ソウルサンリー、ソウルサンリーも何に使うんだ。皆様聞こえますでしょうか。 PC がうなりを上げている。わあ、いいね、これどっちかでもらうまでこの感じ。
あ、いいね。おっと、そうなると螺旋階段はどこに作ろうか。いや、別にそこまでこだわりあるわけではないかと。はい。せっかく投票してもらったのにこれ採用しちゃって。採用です。おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。おい！斧か？これ斧か？斧じゃねえな。斧じゃねえな。雰囲気が斧じゃねえな。よかった、気づいて。なんか違うけど。なんか違う気がするけど。まあいいでしょう。色的にさ、ここにさ、石のなんか、石のあれをつけるのも違うしさ。なんだっけ。石の壁？うわぁ。深くてよかった。石の砦みたいな、砦じゃないけど、砦みたいなのあるじゃん。砦っていうのかな、なんていうのかな、なんて言ったらいいんだろうな。2個じゃ作れないな。なんとなくイメージしてください。上、なんかこう、上上はちょっと気にしない。こううまいこと置いていくと城壁みたいになる、あの石のやつ、石のフェンスじゃないけどみたいなやつで、フロントはどんどんできていく。あぶれ、稼ぐとこだった、稼ぐとこだったぜ。急げ、俺急げ、俺そこじゃねえな、おい。よくない。レッドは多分腹が減ってる。くそー。まあいい。最悪骨が10個あれば。10個骨10個。いくぞ。レッド。And purple。違う。ライラック。ごめん。